最高ですよ。何がですか？気持ちよくって。ね。やっぱりさ、郊外で遊びに来た時に天気がいいっていいね。最高。最高。ということで、サクともちゃんです。でさあ、今回もまだケンブリッジをお届けしていく形なんですけれども、ちょうどケンブリッジの前回かな、キングスカレッジ、はい、今ね横に来てるんですよね、うん、やってたね、そこからちょっとですね、年中っていうのも変だな、クリスマスの時やってないですけど、うん、1週間のうち7日間全部オープンしているマーケットがあるんですよ、このケンブリッジには。そんなところもご案内していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラ旅ではですね、私たちが今いるのはここセントグレートセントメアリーズ教会、というところにおります、はい、これあのね、もともとその教会としての基礎ができたのはもう11世紀のこと、うん、で、現在は大学教会としてケンブリッジ大学の中心となる教会として、こちらがね置かれているんですけれども、面白い話がさ、大学で大学生が授業がある時、授業がある期間はこの教会から半径2マイル、まあ要するに片道半径 3.2 キロの範囲よりも外に出ちゃいけないっていう決まりがあるらしいですよね。だからどっか泊まりに行っても、おやおや、ここから 3.2 キロだっつった先は出ちゃいけないっていうね、そういう決まりがあるそうです。そんな教会、ちょっと中入れそうだから、ちょ中せっかくなんで見てみます。でこれね、塔の一番上も登れるんだよね。うん、1階登るのにね7ポンドでした。あ、結構しますね。うん、でもね110何段あるらしいよ、階段が。120何段だったかな。結構また前も登ったりしたよね、狭い階段だし。じゃあちょっとこちらの教会をね、教会は何ですか。じゃあ、はい、帽子取って。いや、立派な教会ですね。ちょっとステンドグラスまで見てみましょうか。今日は特にねミサとかはないみたいなんで、明日はありますね、日曜日なんでね。やっぱりさ、ステンドグラスが綺麗だよね、やっぱ教会ってね。面白いの、ここにもさ、バグパイプのさ、パイプが並んでんだけどさ、やっぱり定番の後方にもあるんですよね。あ、いやね、もう綺麗だなぁ、ウッドで。まあ、大学教会って言われてますね、だからね、ここね。すごい立派なバグパイプ。バグパイプじゃないや、パイプオルガン。で、この右手でお金を払うと、上まで登っていけると。なってますね。今じゃさ、こういう寄付も本当現金じゃないもんね。ね。まあ基本ケンブリッジももう全然現金いらないところですよね。もうね。まあイギリス全土そういう傾向にありますね。やっぱりなんか聞いたら、イギリスってキャッシュレスの進化の仕方はもうトップクラスらしいですね。うん、ヨーロッパの中でもね、特に。ちょっとね、ちょうどこのね、教会の裏手にマーケットが広がってるんですよ。なんでね、せっかく来たらマーケットも寄っていただいて、
アイスクリームも売ってるな。あ、学校の、ね、これ全部で、あ、なんかでもいろいろあるな。31カレッジあるって言ったもんね。お土産にいかがですか。どうでしょう。なんかカレッジボトルオープナーっていうのもあるよ。全部。でも自分がさ入ってる学校だったらさ、欲しいよね、やっぱりね、自分が入ってればね、家族の人とかも。あ、もう今やもう続々と増えているハウスオブワンダーズ。またここも違う名前だな。なんかこういう系のお店の名前が3種類ぐらいね、今ありますね。お、鐘が鳴ってる。お、この曲はウェストミンスターの鐘ですね。あ、キティちゃんがいる。すごい、なんでキティちゃんショップがあるんだろう。バッグのお店か。で、キティちゃんとコラボの商品出してるんだ。面白いな。お、今ちょうど12時じゃないですか。ちょうど鐘の音が12回。そうね、本当に、まあ、お腹が空いてきたというよりは、その通り、もう何も言わなくても分かってくれるという。あー、マーケット広がってますよ。朝ね10時からやってんの、ここ毎日。っていうかさ、ケンブリッジ人多いね。ロンドンみたい、ほんと。あー、お花もあって結構ね広いのよ、あっちのね奥の方まで何列もこうあるんで、ちょっとあっち側から見てみようかな。なんか匂いがしてくるね。匂いに惹かれるね。あ、すごい、フルーツジュース。なんかバラマーケットみたいだな。いや、ここでね飲んじゃっちゃいけないと思うんだよね。後の楽しみのために。お、ちょっとストロベリーいくらで売ってるか見ていい。これじゃなくてあっち、あの大きさで、まあ3ポンド99か。まあでも結構3ポンド99にしては量結構入ってますよね、これね。まだストロベリー美味しいだろうな。うわ、すごいな。チェリーとかさ、フラットピーチ。フラットピーチってね、日本の桃と同じ味ですよね。そうですね、あれ一番近い、ね、そうだよね、あれ美味しいよね。ヨーグルトに混ぜるとさ、本当美味しいんだよね。ちょっとサクサクしてる感じもある。あ、そう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 。うん、だからね、結構ね、うちね熟すまで寝かしたりしちゃう。わー、トマトも美味しそう。あ、イチジクもいっぱいある。イチジクね、え、イチジクも美味しいよね。サラダに入れたりして、アボカドも体にいいものがいっぱいあるよ。お、パプリカでしょ、ナスでしょ。最近ナスでさ、これあのカポターナっていうイタリアのシシリア島の料理なんだけど、ナスとかズッキーニとかを煮込んで、まあ、ラタトゥイみたいな感じですよ。煮込んで、味付けがねワインビネガー使うんですよ、お砂糖と。もうすごい美味しいの。なんか作ってなかったんですか。そう、作ってさ、で貯蔵できるからさ、貯蔵っていうか、まあ、冷蔵庫入れとけばさ、まあ 4,5 日持つから。で最後はパスタに混ぜてね食べるんですけどね。そう、美味しかった。やばいな、これ美味しいな。美味しそうだね。美味しいって言っちゃったけどさ、どうですか。なんか食べ物が並んでいて、ね、食べるこうデリ系のマーケットが並んでいて、フルーツや野菜が並んでいて、
雑貨や服飾もあるって、うん、結構充実なマーケットですね。うん、でも生活に密着してる感じもね。野菜とかほんとだよね。ほらバラマーケットに来たかと思っちゃったよ。パエリアパンこんなでかくってね。あ、さすが大学の街。スチューデントディスカウントもありますよ。ねえ、学生に優しいな。チョリソパエリア美味しそう。本当美味しそう。オッケー。どうする。でも安いね。10ポンドだよ。ちょっとチョリソパエリア食べてみる。ねえ、ちょっと買っちゃっていい？じゃあちょっと一ついただこうかな。みんなの思い出写真展。パディントン駅近くで宿泊され偶然見かけたという蒸気機関車のお写真を送っていただきました。ビクトリア駅を出発し鉄道での9日間の旅の終着地パディントンに到着した時の蒸気機関車のお写真、実にラッキーな一枚。ありがとうございます。ハッシュタグサクトモガで X にご投稿ください。そう、お姉さんがあのレモンつけてねパエリアはあのスペインのバレンシア生まれなんだよなんて説明してて、僕そのパエリアの生まれた場所まで自転車で行ったことあるんですよ。あ、そうだそうだ2時間くらいかけて行ったんですけどね。ほんと美味しかったんですよ。じゃあそのパエリア早速いただきたいと思います。いただきます。おいしい。あ、塩加減ちょうどいい。バラマーケットのパエリアってね、結構ねちょっとしょっぱめなんですよね。ちょっとチョイションもいただいて。チョイソー最高。チョイソー最高。あのちゃんとね、ありがとうございます。後ほどいただきます。じゃあちょっとね、スペインの食べ物食べてて何してんだって思われちゃうかもしれないけどやっぱりマーケット楽しいですね、どこ行ってもね。なのでぜひケンブリッジ来た時にはちょうどグレートセントメアリー教会の裏側にマーケットが広がってますんでね、ぜひこちらも楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、じゃあね、残り食べようかね。チャンネル登録、グッド評価までしてあげたらと思います。よろしくお願いします。ではでは、今日はこの辺でさようなら。落としそう。